よ。うん、水さんが目の前で来てくれてます。うん、おはよう。おはよう。もう普通のギャグじゃねえぐらい腹が出てる。あんま食べ過ぎも良くないんですよね。うん、まあね、だけど最近はね、背中も触らせてくれ持ってくんだって だいぶ懐きましたって。一生懸命ですね、ケツのあたりこうやって頭突っ込んでさ食い寄ってくるの。牛舎のさ、端からさ可愛いですね。可愛いよ。ギャ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 。顔つき目つきがね。わかる。こっち来んの？うん？よし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 
行牧場で、ほら、羊とかさ、ヤギ飼って、触らせるところあるじゃない。テレビでやってたけど。ねえ。ヤギとか羊。メス牛、メス牛はね、メスヤギだから、オスいればさ、子供産ませて、乳搾りできるんだ、うん、もう一匹いた子はオスだったんですか？あ、いや、あれもメスかな。メスだけなんだ、うん、うちに来て、もう2年経つんだけど、すっかりこのヤギになっちゃって、もう繋がなくてもいいようになって話が最高にこいつ、幸せみたいなね自由だよ、これ牛さんとも仲良くしてますね、うん、で一応前にさ、牛とどつき合って喧嘩する時あるこの野郎なんて言うんだね、ね寂しくなければですね。おいおいおい、うっ、またピロ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 、本当にふれあい牧場だな。あお走るんじゃないよ、もう、せっかくね、おっぱいあんだから乳搾りな、絶対父触らせないんだけど、これ嫌がる。何すんだよ、まだ父に触ったことない。最近はもう背中はもう触らせるんだよな。すっかり懐いちゃった。すっかり懐いちゃった、ヤギさん。牛さんというよりは、やい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 や
ヤギ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 。何今の足。